湖一面を覆っていた氷が溶け、湖面が姿を現しました。昨日の道東弟子屈町の屈斜路湖です。雪解け水は釧路川に流れ込んでいきます。道東にも春の訪れです。今日の道内は上空に6月並みの暖気が流れ込んだ影響で、札幌は 19.9 度まで気温が上がりました。最高気温は道南の森町で 22.4 度、木古内町で 22.1 度まで上がるなど、道内で今年初めて20度を超えました。札幌中心部ではまだ花が咲いた桜の木は見当たりませんでしたが、春の芽吹きを感じることができました。 HBC 新入社員の牧野葵です。今日は新人の私が札幌の春を探しに来て見つけました。私と同じように咲きそうなお花がこちらです。札幌市資料館では道路に伸びた枝からつぼみが開こうとしていました。せーの、お上手こちらは札幌の丸山公園。雪が溶けた芝生で遊ぶ親子も。ここでお昼食べようかって思っておにぎり持ってきました一方、こちらも春の風景です。忙しさがピークを迎えていました。札幌市内のカー用品店です。タイヤ交換の予約は連日いっぱいで、多い日には1日50台のタイヤを交換するといいます。予約はもう満杯の状況で、空いてるといったらもうゴールデンウィーク明けとかそのぐらいにはなっちゃうと思うんですよね。道内は明日も今日と同じくらいの陽気となる見込みです。